どうも皆さん、こんちゃちゃ、ネルメロです。今日はタルタリアのちょっと詳しい解説の動画になります。まあその武器とかね、生物とか何突させたらいいかとか、まあタルタリア引いた人向けの動画ですね。前回はそのタルタリアはここから辺が強いから引いた方がいいよっていう動画で、今回は実戦向きの動画になります。じゃあ見ていきましょう。はい、それじゃあまず攻撃から見ていきます。通常攻撃の弓矢はまあいいでしょう。で、問題はこちらの元素スキルの双剣ですね。で、この双剣のダメージは実は元素スキルのダメージバフの適用ではなくて、通常攻撃とか銃撃のダメージバフが適用になります。なのでこの双剣のダメージを高くしようと思って、その生物でね、バクトを積んでその元素スキルのダメージを上げようとするのは実は間違ってます。あ、ちょっとは伸びるんですけどね。その弾流がついてる敵に双剣で殴った時のおまけみたいな水ダメージは元素スキルのダメージバフで伸びるんですけど、まあその本丸のね、双剣で殴りつけるダメージは通常攻撃と銃撃のダメージバフの適用です。まあそういう理由でこの武器、急増っていう武器ですね、通常攻撃のダメージバフがプラス 80%、 タルタリアのモチーフ武器です。その双剣のダメージに 80% っていう えげつない量のダメージバフがかかるんで、この急増がめちゃくちゃマッチしてるっていうわけね。はい、というわけで武器のお話に入ります。まあ、でね、この急増っていう武器めちゃくちゃタルタリアってマッチしてるんですけど、まあとはいえ一番タルタリアが持つべき理想の武器はこの天空の翼になります。まあ、やっぱりね、この急増だとその銃撃のダメージが減っちゃうんですけど、こちらの天空の翼だったら安心して銃撃が撃てます。で、しかも元素爆発も撃てるっていうのが大きいですね。その基礎攻撃力も星5で最大で、レベル90で基礎攻撃力674だし、サブオプションで回心率伸びるし、効果で回心ダメージつくし、まあ追加で白ダメージ 125% って結構大きな白ダメージも発生するっていうんで、火の打ちどころがない武器です。最強最高の武器かな。はい、で時点でこの武器急増かなと思います。まあ、通常攻撃自体はもう貫突急増であったら、まあ無突の天空の翼は超えてしまうぐらい通常攻撃の火力は出ます。ただまあその何、銃撃が撃つときはダメージがちょっと減っちゃう効果がついてたりとか、あとまあ爆発の火力はやっぱり天空の翼には及ばないので、まあまあ、とはいえめちゃくちゃ 80% マッチしてるからね。むしろ星4武器で星5武器に張り合えるっていう時点で頭おかしくてぶっ飛んでるので、まあそのまあそういう理由で私はね、タルタリアを引くべきって言ったんですけど、この星4武器の急増めちゃくちゃいいと思っています。はい、そしてタルタリアに持たせる星4武器でこのバトルパス、気候で交換できる弓矢も結構ありかなとは思っています。まあ回心率が上がるのもかなり良いですし、何よりね、タルタリアの弾流効果っていうのが範囲ダメージなので、その敵が近くにいればいるほどその範囲ダメージの本領が発揮できるわけなんですよね。だからこの弓矢も結構買っていって、まあ何よりね、敵を引き寄せることができて楽しいですし、割とこの弓矢はありかなとは思っています。まあ急増の次くらいかな。はい、そしてまあぶっちゃけタルタリアが持つべき武器っていうのは、まあこの天空の翼と救助像のほぼ二択です。で、まあこの絶弦っていう武器はね、爆発型で使うならありかなと思います。まあ熟知が漏れるので蒸発反応、炎から水の順番で発動させる蒸発反応はダメージが2倍になるんで、それで熟知が増えるの大きいし、爆発のね、まあスキルと爆発、まあスキルはタルタリアにとってはほぼおまけなんですけど、爆発のダメージバフがつくっていうのも結構魅力かなと思います。だからまあ爆発型で使うんだったら絶弦はありかな。はい、そしてまたこの後で話すんですけど、タルタリアはこの元素スキルのクールタイムっていうのがなかなかにネックなんですよ。で、この祭礼の弓を使えば、そのタルタリアのね、その長いクールタイムをリセットできるんじゃないかって思うんですけど、まあ実際に使ってみたらわかります。実はタルタリアが祭礼の弓を使ってもクールタイムはね、リセットできないんですよ。まあ結論から言っちゃうと、まあ試してみるね。時計のマークが出るんで見ててください。あ、出たでしょ、今チクタクって出ましたね。よっしゃ、じゃあこれで長いクールタイムが出ないんだって思って元素スキル切ると、はい、がっつり襲われてます。まあなんかね、そのクールタイムリセットの仕様、タルタリアのクールタイム発生が元素スキルを切った瞬間に入るっぽいので、まあ祭礼の弓矢の効果はほぼ発動しません。なのでまあ祭礼の弓矢をタルタリアで持たせるのはまあないかなとは思います。とはいえ祭礼の弓矢基礎攻撃力565なので、まあ全然使ってもいいかな。はい、それではタルタリアの生物のお話をしたいなと思います。まあタルタリアね、その双剣が通常攻撃バフが入るんで、まあ通常攻撃とか銃撃のダメージバフを盛りたいですと。でまあ通常攻撃銃撃といえばみんなね、剣闘士4セットをイメージすると思うんですけど、この剣闘士4セットはめちゃくちゃ優秀です。2セットで攻撃力上がるし、4セットでダメージバフつくしって効果なんですけど、これってね、実は片手剣と両手剣とやりキャラじゃないと適用しないんで、まあタルタリアね、なんちゃって弓矢キャラなので、タルタリアが剣闘士4セット持っても発動しないんですよ。まあだから剣闘士4セットはパスね。はい、というわけでまあ
水4セットは、まあまあ、なかなか相性いいかなと思っています。まあ2セットでね、水ダメージバフが 15% ついて、4セット効果で元素スキル、まあ双剣オンになった時に15秒間通常と銃撃のダメージが 30% 上がりますっていう効果です。まあこれは4セットでね、まあトータルで、まあ、双剣で殴る時に水ダメージバフが 45% というおぞましい数値が伸びるんで、なかなかタルタリアとは相性がいいと思っています。はい。まあもちろんね、その双剣はあんまし使わんちょっとぐらいでいいかなとか15秒がちょっと嫌だっていう人は全然水2セットで水ダメージバフ 15% 確保した上で、まあ爆発も使いたいぜとかバランスよく強くしたいぜっていう方は剣闘士2セットで攻撃力も上げて、水ダメージバフ沈輪2セットで水ダメージバフ、剣闘士2セットで攻撃力アップとか、沈輪2セットで水ダメージバフ確保して、あとは吸気族2セットで爆発に寄せたりとか、まあそこら辺は結構自由度高いですね。まあ水2セットはつけてもいいんじゃないかなと思います。ただし、一つ注意点があります。まずこの水4セット最強、ダメージバフ最高、もう通常攻撃とか銃撃のダメージ 45% アップ最強って思うかもしれないんですけど、注意点があって、この武器、弓隠しを使うときですね。これ弓隠しをつけると通常攻撃のダメージが 80% 伸びるんですけど、その水4セットで弓隠し、急増で使うとダメージバフがめちゃくちゃ増えちゃうんですよ。まず、タルタリア自身に水ダメージバフがまあ 30% 弱ついてますと。で、そして、生物のこの水の杯でね、この杯をつけた段階で水ダメージバフが 46.6% 稼げてしまいますと。まあ、この時点でまあほぼ 75% 稼げてるわけです。で、そこに武器弓隠しの分のダメージバフ 80% 持って、もうこの時点でダメージバフ 150% ですよ。もうかなりダメバフまみれです。で、さらにそこに水4セットでダメージバフ 45% つけようってなると、まあね、実は思ってた以上に火力が伸びないみたいな現象が起きるわけです。伝わったかな？この武器の急増でダメージバフが 80% も稼げちゃってるせいで、この水4セットのでダメージバフを 45% 上げるメリットが若干薄れてるっていうことですね。まあ、そこだけ注意してください。だから急増で使うときだけ、まあ、水4セットにするモチベはちょっと低いかなっていうことですね。はい。というわけで、私が前回紹介してた武器急増を持たせてるときは、もうダメージバフ十分稼げてるから、生物はダメージバフはもう諦めて、会心率っていう大事な要素を稼ごうっていうコンセプトが氷4セットです。え、なんで氷4セットなのって思われた方はね、ちょっとここでちゃんと解説します。まず、まあ、氷2セットの氷ダメージバフ 15% は腐ってます、完全に。うん、認めるわ。まあ、でも、急増で 80% 稼げてるし、一生別に 15% ぐらい。な。で、4セットの、この回心率プラス 20%、氷元素の影響を受けてる敵に対して。で、しかも敵が凍ってたら、さらに 20% 回心率上がって、回心率が 40% 上がるっていう効果です。だから、この回心率 40% 上げれば、別にもう武器急増で稼げてるし、まあ、そこら辺でね、ダメージがトータルで期待値が上がるっていう考え方です。はい。で、そのタルタリアと氷キャラって結構相性がいいんですよ。まずそもそも氷元素キャラがね、ナナちゃんみたいに氷のリングを出して、この氷のリングがずっとふよふよするみたいなのってさ、氷って連続付着能力に優れるわけじゃないですか。他にも、関羽の爆発ってこれ15秒間ずっと氷が降るんですよ。あとガイアの爆発も氷がぐるぐるするわけじゃないですか。で、この氷がある状態でタルタリアを使って元素スキルで双剣使えば、バン！水元素と付着と氷元素が合わさって簡単に凍結反応に持ち運べるわけです。なのですっげー戦いやすいわけよ。こんな感じでね、その回心率が 40% 上がってる状態で。なので氷4セットを私が推してる理由はこれですね。まあ、結構回心率 40% 上がるんで、急増使う場合は結構氷4セットはね、ガチですね。ネタじゃなくてガチです。なので結構試してみてほしいなと思います。はい。それではタルタリアのテンポ上げる順番に見ていきます。まずね、666は、まず絶対上げた方がいいと思います。まずコストが少ないですしね、666にするのは。で、この通常攻撃のテンポをレベル2とかにしている方を、まあ、ちらほら見かけるんですけど、タルタリアの暖流波、その敵を倒した時に発生する水しぶき、感染する水しぶきです。このダメージって、この通常攻撃のテンポが担っているので、まあその、なんだろう、水しぶきでバシャ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 ってなった時の気持ちよさのことも考えれば、まあこの通常攻撃を6まで盛るのは全然ありかなと思います。コスト安いしね、やっぱり。なのでまあ通常攻撃は、まあ全然使わない、弓矢なんて打たないよって思ってる、そこの皆さんも、まあ6までは上げた方がいいかなと思ってます。で、あとは、まあ、でまあでも6で十分で、あとは元素スキルと爆発、どっちかを重点的に伸ばすことになります。まあそうですね。爆発で100万ダメージチャレンジとかしてみたい方は爆発優先で。で、双剣で気持ちよくなりたい方は双剣優先でいいかなと思います。まあ私は双剣で気持ちよくなりたかったんで、まあ、テンプレベル13まで育ててますね。まあ、その急増を使う人はやっぱりこの双剣の方を伸ばしていく感じになると思います。
はい、それじゃあ最後にね、命の星座について触れたいなと思います。まあ、結論から言っちゃうと無凸でいいですよ、全然っていう話です。はい、見ていきます。まずね、タルタリアって元素スキルでクールタイム36秒ぐらいしっかりがっつりかかってしまいます。で、まあ一凸しといた方がいいんじゃないかっていう話をよく質問で受けます。で、まあ話してしまうと、一凸はもちろんするとかなり取り回しはしやすくなります。クールタイム 20% 減るんでね、36秒っていう長いクールタイムが 20% 減るから。とはいえ、その 20% 減ったとしてさ、その36秒が8倍、まあ 0.8 倍したらいいから22.8 秒かですね。で、 22.8 秒になって減るんですけど、とはいえまあ12分にクールタイム自体は長いです。弓矢状態で20秒もタルタリア使うことないからね。だからその一突しててもやっぱりクールタイムは長くて、その間は他のキャラに切り替えて戦いますと。だからまあタルタリアはまあ挙動を使うときは基本的にダブルアタッカー構成とかが普通になっていくのかな。まあ他のキャラクターでつなぎますと。で、まあ他のキャラでつないでたら、まあ忘れんのよいや、もうタルタリアのクールタイムとっくに終わってたわみたいな状況になるわけね。他のキャラ使ってたら そっちの方に夢中になるからさ。だから別に一突はあってもなくてもあんま変わんないですよっていう話ですね。まあ変わるっちゃ変わるけど、必須かって聞かれるとそうでもないかなっていう感想です。はい、二突目です。弾流がついた敵を倒すとタルタリアの元素エネルギーが4回復するって効果です。まあこの効果ね、まあしてるとめちゃくちゃ元素爆発回しが良くなります。まあ弾流効果で敵が死ぬときは一気に死ぬからね。だからすっごい元素爆発回復のエネルギー拾えるんですけど、まあ元素爆発が打ちたくなるのって元素爆発関連効果がある5突とか貫突してるときなんで、まあ二突してるときは5突6突狙っていってもいいかなとは思います。はい、続いて3突です。まず双剣のテンプレベルがプラス3されます。まあ、テンプレベルプラス3っていうとね、まあ、テンプレベル1段階で火力が、まあ、6% 上がるもんだと思って。まあ、で、それが30に重なるので、まあ、大体火力 1.2 倍だと思って差し支えないでしょう。まあ、1.2 倍火力変わるんで、まあ、3突はね、双剣型で使っていきたい人は全然狙っていっていいと思います。はい、そして4突ですね。めちゃくちゃ長いこと書いてあるんですけど、まあ、これ、ざっくり言ってしまうと、タルタリア使っててね、こうやって弾流がついたら、ほっとくだけで4秒おきにパシャパシャするんですよ。これが4突効果です。まあ、で、他のキャラに切り替えてもパシャパシャするっていうね。まあ、で、キャラで死んでまた弾流が移ると。で、タルタリアの弾流の効果時間って10秒だし、タルタリアのこの固有テンプ無尽蔵を解放していると8秒追加されて、なんと18秒間弾流が続くんですよね。で、これで4秒おきにパシャパシャするんで、なかなか4突してると、行く空きレベルで水元素を稼げるんですよね。ほらもう18秒切れたと思ったら次のヒルチャールに弾流が移るから、まあ水元素ほぼほぼ定期的に拾えちまうんですわ。なのでまあ結構私はもう止まらないね。まあ、こんな感じで4突効果使ってると水元素がめちゃくちゃ定期的に拾えるんでいいかなと思います。まあとはいえ4秒おきなので、まあ、その思いっきり火力が上がるっていう効果じゃないです。サポート能力の向上かなって感じですね。はい、5突目です。元素爆発の火力がレベル3プラスされます。まあこれはもういいよね。はい、続いて貫突です。で、貫突効果、この双剣状態の時に爆発を打つと、次に双剣がリセをやめた時にクールタイムがなくなってるっていう効果です。まあやってみた方が早いかな。はい、やっていきましょう。まずこれで双剣である程度暴れますと。で、双剣で暴れて、まあ、そこそこ暴れるとね、まあこれぐらい暴れたら大体クールタイム15秒とか20秒くらいに襲われるんですけど、ここで爆発を打ってしまうと、元素スキルを戻しても、ほら、クールタイムがないから、また双剣で暴れられるっていう感じですね。いや、すごいね、二突効果で、もう元素エネルギーがめちゃくちゃ楽に拾えるわ。で、また爆発打てば、あ、クールタイム中だね。で、また爆発打てば、その、元素スキルを終了しても、また双剣が使えるよっていう効果です。はい、というわけで、まあこの貫突してると、まあタルタリアをずっと使い続けることが可能になります。うわ、めっちゃ強えやんけって思われるかもしれないんですけど、まあ確かにめちゃくちゃ取り回し強くな良くなるんですけど、まあぶっちゃけタルタリアずっと出し続けることあるかって聞かれると、そうでもないんですよ。原神って4人でやるゲームだし、タルタリアずっと使ってたらやっぱりタルタリア下げて回復キャラに切り替えたりとか、まあ炎元素使うかみたいな感じになるんで、まあ、ずっと使い続けるかって言われるとそうでもないんですよね。だからまあ貫突効果はあってもなくてもいいかなとは思います。ただまあマルチプレイでそのタルタリア使いたいっていう時に一人だとね切り替える味方がいないので、そういう時ってタルタリア一人で戦うことになるんで、まあマルチ用ですね。マルチでタルタリア使って自慢したいぜっていう人は、まあぜひ貫突してみてはどうかなと思います。
はい、とまあタルタリアの命の星座話したんですけど、1突でクールタイムが 20% 減る、2突で元素爆発が元素エネルギー敵倒したら拾えるから元素爆発打ちやすくなる、3突ででテンプレベルプラス3で双剣が強くなる、4突で4秒おきにパシャパシャ、5突で爆発強くなる、3突でクールタイムリセットみたいな効果なんですけど、どう？結構火力変わる要素ってあんましなかったくないですか。前回の動画でねタルタリアのちょっと質問とかにちょっとコメント返してたんですけど、この実はねあんま火力に直結する効果ってテンプレベルがプラス3される3突と5突くらいなんですよ。4突って別に4秒おきにパシャパシャだから、どっちかっつうとそのダメージちょっと上がるけど、ほんのちょっとね4秒おきだしね。だからまあ3突と5突くらいなんですよね。これって星5キャラにとっては結構珍しいことです。例えばディルックとかってもう1突2突3突4突5突6突全部火力みたいな感じだし、クレイもね、まあ、1突で、まあ、ダメージ与える、2突で防御力めっちゃ下げる、3突でテンプレベル上がる、4突で 555% の炎がドッカンする、5突でテンプレベル上がる、6突で炎ダメージが上がってなんかエネルギー回収しやすくなるみたいに、他の星5キャラって火力みたいな感じなんですけど、タルタリアの星座ってさ、使いやすくなる火力、まあサポート性能が上がる、火力使いやすくなるってことで、実は命の星座であんまし火力変わんないんですよ。そうだから無突でタルタリア持っとくだけで、私みたいな貫突タルタリアユーザーと火力あんま変わんないんですよね。このテンプレベルプラス3の分だけです、違うのって。なのでその本当にね有料物件だなと思ってます、タルタリア。だって命の星座無突でも、まあ、ちょっと使いにくいけど、使いにくさだけ飲んでしまえば無突で全然使っていけるし、でしかも火力は貫突の人とあんま変わんないし、でしかも武器は星4武器の急増で星5の天空の翼に張り合える性能をしていると、まあ、双剣についてだけだけど。なのでタルタリアって本当に、まあ、無課金の人とかね美課金の人には特におすすめできるキャラですので、まあぜひね私の動画ちょっと参考にしてもらえたらなと思います。でまあタルタリア使ってみてめっちゃ気持ちいいですとか言うとか、引いてよかったですっていうコメントをいただけるとすごい元気が出るんで、まあ、よかったらねそういった声聞かせてください。はい、それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。